次に富士祭り2017の開催についてを発表いたします。本年の富士祭りは7月23日日曜日に開催をいたします。本年もより多くの皆さんに楽しんでいただきますよう新たな取り組みを実施いたします。まず今年の花火大会につきましては、昨年に引き続き音楽と花火がシンクロする花火プログラムを実施するとともに、祭り会場にお越しになれない市民の皆さんや市外の皆さんにも楽しんでいただけるよう、新たにインターネットでの動画配信サービスを活用し、花火大会のライブ中継を実施いたします。また富士市ブランドメッセージソング頂への始まりを作詞作曲し、自身で 歌っていただいております本市出身在住のシンガーソングライターのゆかのさんのミニライブをプレシアター北側の歩道橋をステージに行います。このステージでは今回の富士祭りの中で新たに誕生する第32代のかぐや姫クイーンとかぐや姫のお二人のお披露目を行うとともに、お二人に花火大会のカウントダウンも行っていただきます。なお熱中症対策としてオープニングの簡素化、かぐや姫コンテスト決勝審査開始時間の変更、市民総踊り前に5分間のインターバルを設定するなど、来場者だけでなく出演者の皆さんにも配慮したお祭りとなるよういたしております。ぜひ多くの方にご来場いただき楽しんでいただくとともに、来場できない方にも花火大会をご視聴いただき、富士祭りの熱気とお醍醐味を感じていただきたいと思っております。